Hey, what's good, your boy? It's the H. Oh, and you're now watching Hip Hop で学ぶ英語チャンネル。Yes, yes, 様ゆき、バイバイ。はい。はい。はい、今日はね、何でしょうか。僕の、持ってきたやつなんですけれども。はいはい。はい。岡田君。はい。バーサス見ましたか。バーサスね、あれね、部分的に見ました、うん。僕もまだ部分的にしか見てないんですけど。アシャンティの太ももがもう僕の中でも MVP ですね。いやー気持ち悪いですね。いやでも気持ち悪い。英語圏のツイッター探してもアシャンティーズダイズってなんか、うん、が、ウィナーだっていうふうにこう言ってる人すごいいっぱいいますでしたね。正当化するんじゃない。まあ最高だけどね。やっぱりね。はい、そうですね。うん、なんていうか、みんな好きだったよね。あ、まあそうですよ。全員好きだった。全員好きですよ。うん。全員好きだった。で、はい、今日はそんなアシャンティもね、関係していきますけれども。お、はい。まあ、バーサス見て、アシャンティ関係してきてということなので、はい、まあ、この辺が来るだろうと、なんか、なんとなく予想ついてると思うんですけれども、今日やりたいのは、こちらです。ジャルール、Always on Time, Featuring アシャンティ。はい。なるほど。はい。こちらね。なんか、やっぱり、一番何がびっくりしたって、ジャルールのバキバキ具合に。すごいね。いやー、すごいよ。なんか、その、お勤め中にすごいこう鍛えたみたいな感じの。ああ、そう。違ったっけ？なんだっけ？だってさ、なんか、まあ、いずれにしてもバキバキです。いや、そう、この前のバーサスでさ、相当さ、良かったよ。うん。うん。そのバキバキ部分しか見てないんだけど。めっちゃ太るじゃん、やっぱりみんな。まあそうですね、大体ね。うん。やっぱそういうのがなくて、はいはい、好きだなと思いましたけれども。すごいです。はい、この曲ね、はい、いや、俺、まあ正直、その全部見れてなかったんで、はい、見れてないんで、はい、ちょっと学んでから見ようかなと思って。おお、なるほど、いいね。俺、すごい、もう超、ストレートラブソングだと思ってた。うん。うん、Always on Time、なんか、いつでも。なんていうの、どんな時でも間に合うようにみたいな感じの話、はいはいはい、だと思ってた。はい。うん、だから君が呼んでくれたらいつだって行くよみたいな。はいはい。とか、あなたが呼んでくれたら行く、あなたが欲しい時はいつでもみたいな感じだと思ってたんだけど。はい。なんかただそういうだけじゃないなっていうか。おお、なるほど。感じで、はい。どんな感じなんでしょう。はい、見ていこうと思いますね。はい。まずね、アシャンティのフックから、いきます。ベイベーっつって。ベイベー。ね、I'm not always there when you. そうですね。はい。うん、I'm not always there when you call.、I'm not always there when you call. で、まあ、いつでも電話に出られるわけじゃない。いつでもオンコール、コールに出られるわけじゃないんだけど、うん、But I'm always on time.、いつでも、まあ、君と共にいる。はいはい、っていう風にしたんですけど、ここなんでか、なんか、まあ、間に合うみたいな、オンタイムってそういうことだよね。そう、オンタイムって、まあ、時間ぴったりにこう、うん、間に合う感じ。時間ぴったりっていうか、そう、うん。っていう意味なんだけど、はい、この部分がね、なんか、まあ、ちょっとジーニアスとか、あと、他に和訳し、解説してる人のことが見たんですけど、はい。はい、これが、なんていうの、キリスト教の言葉のちょっと細かい部分は走るんですけど、はいはいはい、神はあなたが求めるときに来てくれないかもしれないけど、うん、神はいつでもあなたと共にいるっていう、訳すとね、あ、なるほどね、うん、そういうのがあって、はいはい、あ、そっか、じゃああれか、本当にその、うん、必要としてるっていうふうに自分でこう感じてるときには神様っていうのはそこに確かにいないけれども、でもなんかもう常にその、うん、オンタイムで本当に必要とするときにはこういるっていう、その感じなんだ。うん、だからそのなんか、はい、まあ要はさ、だし、なんかすごいしんどいことがあって、うん、大変なときに、うん、神様が実際助けてくれるかって言ったらそうじゃないとか、うん、そういう、はいはいはい、まあ助けてくれるときもあるんだろうけど、はいはい、だけど神様っていうのはずっと見てくれてるよみたいな。はいはいはい、話だと思うのね。あ、その時にこうオンタイムっていうのが使われてる、ね、うん、そう、オンタイムっていうのを使ってるから、ね、まあちょっとこういう表現、はい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 、はい、
にしました。でもまあそのなんていうかオンタイム間に合って実際君のとこ行くよっていうこともあるのかもしれないけど、うん、ちょっとねこの後読んでいくとねなんかそうじゃねえんじゃねえかなと思ったのでこういう、はいはい、いつも君と共にいるっていうなんていうか、はいはい、ちょっと曖昧ななんていうのなるほどいつでも君を思ってるよぐらいの、はいはいうん、ことなんじゃねえかなっていう。じゃあちょっと解釈のこう余白を残す意味でもそっちの方の役で、ね、そうはい、あいいと思いますそれは。ということで、はい、こういう役にしました、And I gave you my all、そして全てを君に捧げた、君にあげたよ、はい、Now babyBe mine. さあ、ベイビー、俺のものになって。はい。俺のって、ここ、アシャンティの声で歌ってるんですけど、内容的には、これ、男側というか、うん。ジャルール側なんじゃないかなと思ってました。なるほど。はいはい。まあ、そういうことを、ちょっと読んでいくと、なんか、あ、これやっぱ男の、なんていうか、言い訳じゃねえ、言い訳っていうか、なんていうの、甘い言葉なんじゃねえかな、みたいなはいはい、はい、ふうに思ってて、はい。まあちょっと進めていきます。はい。で、まあこれ繰り返しですね。I'm not always there when you call, but always on time.、うん、いつでも電話出るわけじゃないけど、いつでも君と共にいる。うん。And I can be my own, my, not baby, be mine.、うん、私、僕の全てをあげたサビビオルのものに。ですけど、はい。バースですね。入ってきます。ジャルル。はい。Come on and get a piece of this late night lover ということで、はいはいはい、Come on なあなあちょっとみたいな、はいはいはい、Get a piece of this late night lover、まあ late night lover っていうのがなんていう真夜中の恋人だよね要はね、うんうん、だから本筋じゃないよね、きっとね、まあそうですね、はい、うん。急に、いきなりですよ。いきなりですよ。はい、で、この Get a piece of this って、まあ、その、なんていうの、piece of this だから、一応、一部を、うん、と取るっていうか、はい、Get a piece of this、まあ、ちょっと聞いてくれよって話じゃない？はいはい、あ、いいんじゃないですか。うん、っていう、まあ、よ、あの、訳し方なんですけど、はい、昨日の、昨日のというか、真夜中の恋人の話について、まあ、昨晩の女ぐらいでいいのかな、はいはいはい、うん、について聞いてくれよっていう、うん、いきなり浮気の話じゃないはい、はい、多分これ、うん、あ、ちょっと見ていきましょうか、うん、で You know the one that swing dick like no other っていうことで、The one、まあ、その女が、はい、その女ってのはスイングディック like no other、 誰も真似できないぐらいにあれをスイングさせる、すごいですね、ディックをスイングさせる、はいはい、ディックを、まあ、スイングってぐらいだけどまあうまく扱うってことだよねきっとね、はいはいはい、うん、めっちゃセックスうまいんだっていう話だと思うんですけど、はい、はいはいはい、なるほどね、っていう出だし、はいはい、うん、これ女に歌ってんのかなどうなんだろう、多分そうだよね、なんか周りの男に歌ってんのは、いや、なんかそっちの方なのかなって思いながら、あれなんですね、ちょっと続き聞いていきましょうか、そしたら、うん、はいはい、うん、で続いて I know I got a lot of things、I need to explain、 分かってるよ、説明しなきゃいけないことが山ほどある、はいはい、ね、でもここで来ますよ But babyうん、ベイビー。あ、ベイビーいきますね、これ。はい。うん。You know the name, and love is about pain. っていうことで。はい、はい。知ってるだろう、恋愛に痛みはつきものだって。っていう、はいはいはい。うん。ベイビーにこんな話してんだよ。いかれてるぜなるほどね。うん。まあ、これ、そう、ベイビーに当ててる、ま、当ててますね、多分、このバースの最初から。はい。ということで、まあもう速攻浮気の話だとか、はい、ピックをスイングするぜみたいな話、うん、こと言ってもおかしい野郎だと思うんですよ。So stop the complaints っていうのかな、うん、complaints and drop the all the restraints っていうのかな、うんうん、まあちょっとここはあのなんかあれですね、法律用語ではないけどなっていうの、まあこれ告訴 complaints、うん、まあ苦情とかそういう、まあ、クレームとかそういうこともあるんだけど、うんうん、で、まあ、まあそういう方で取ってほしいっていうことなんだけど、はい、
あとドロップダオーダーリストレインス、これが制限命令っていう、はいはい、要はこういう言葉を使って、まあ要約するともうごたごごちゃごちゃ言わないで、はいはい、でもうなんていうの、君と接見禁止みたいなのやめてくれみたいな、はいはい、うん、あこれあれか、メーガンがトーリー・レインズに対して出してたの、これですね、リストレインオーダー。あ、それね。はい。はい。そう、だから、まあ、仲直りしようぐらいの話だと思うんですけど、うん、なるほどね。はいはいはい。で、続いてですね。Our sex life is a game. 俺たちのセックスライフというのはゲームだろ、うん、So back me down in the paint.、ここね、だからコートに戻らせてくれっていうふうにしてるんですけど、はいはい、in the paint. はい。っていうのが、このバスケのフリースローレイン、要はちょっとゴール下の色塗られているところがあるんですけど、はい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 、分かんない人はちょっとバスケのコートをなんか見てください。要はゴール近くでなんていうのかな、そこってやっぱりさ、みんなシュート入れたいからさ、はいはい、そうごちゃごちゃするわけよ、はいはいはい、うん、でまあインダーペイントっていうのは、まあ、コートを指して、コート特にそのごちゃごちゃしてるところで、うん、すごい頑張るところなのね。はい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 。うん、だから、ワカフロッカの曲にもあるんですけど、ハードインダーペイントっていう、はい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 、あれってすごい、なんていうの、めちゃくちゃ頑張る、テスト尽くすとか。そこでめっちゃこうハードにやってる感じを、ハードインダーペイント。そう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 。あ、なるほど、なるほど。だから、しのぎを削るっていうか、はいはい、頑張ることをハードインダペイントって言ったりもするんですけど、はいはい、でまあ、そのインダペイントですね、うん、バックミダウン、コートに戻ってゲームを続けさせてくれって、はいはい、お母さんすごいね、よく言えるよね。いや、まあまあまあ、うん、だから ね、やらせてくれみたいな話でしょ。まあ、そういうことですね、多分。うん、はい。はい。っていうことを言ってるんですね。はい。Cause I can't wait no more. だってもう待ちきれないんだよ。うん。はい。続いて。Cause it's about a quarter past three and Shirley is eyeing me. だってもう3時15分過ぎで可愛い子が俺を狙ってるんだっていう。また浮気しようとしてるよ。はいはいはい。すごいですよ。続いて。I got that Bentley. これバレーバレティ。なんか、T 発音しなかった気がします。バレイ。バレイだと思います。バレイ。はい。これは、これはベントリーを従えている。うん。はい。I'm just outside of Jersey, past the Palisades。まあ、ニュージャージーのすぐそば。パリセイズってなんかちょっと、なんか観光地っていうか、なんかね。うん、あるんだって。はいはい。うん、男に、を過ぎたところにいると。はい。And I'd love to see that ass in boots and shades. ブーツを履いて、サングラスをかけてる時が好きだ。はい。っていうところ。続いて、slow down on the bed while I'm yanking your braids.、うん、ベッドではかましてくれよ。俺が髪を引っ張るからっていう役にしたんですけど、これ、slow down、slow.スローダウンっていうのを見事にやってみせる、はい、披露するっていう意味があるらしくて、はいはい、まあ、ベッドでぶちかましてくれよと、技を披露する感じです。技を披露してくれよ。なるほど、はい、見事にやってくれよ、はい、その間君のブレイズ、髪ですね、引っ張る、はいはい、まあ、まさにこうですね、サグスタイルですね。サグスタイル、はいはい、こんななんか浮気もんもんをおっぴろげーにしといて、はいはいはい、君のことを抱くぜみたいな、はいはい、サグスタイルですね。はいはい、はい、You never thought I'd make you smile、ね、お前を笑顔にすると思っていなかっただろう、うん、まあ、そうですよね、こんな、まあまあまあそうですよ、まあ、もう笑顔になるわけないじゃんと思ってたけど、うん、はい、まあ、そこがね、それ以上それを上回る魅力なんでしょうか、はいはい、笑顔になっちゃうんでしょう、はいはい、while I'm smacking your ass and fucking all you, oh, you fucking you all wild、うん、ケツをぶっ叩いてワイルドにやってる間、はいはい、but we share something so rare, but who cares, you care、でも俺たちは
特別なものを共有して、二人にしか分かんないもの、うん、はいはいはい、すごくレアなものを共有している。なるほど、うん、誰が心配するってんだ、まあ君は不安がってるけどね感じ心配でしょ、はいはい、なるほどねっていう、なんていうかもう開き直りソングと俺はちょっと受け取ってるんですけど、まあどうなんでしょうこれ。サグスタイルのジャルールからするとこれがもう、うん、普通のラブソングなんじゃないですかわかんないけど、そうなんだ、よく言えますね、こんなにいやこれ結構さ、はい、勘違いして聞いちゃってる人いるんじゃないか。俺はそうだし、実際、うん、まあでもどうなん、なんかその受け止め方としてこれはやっぱり普通にラブソングとして受け取る、うん、まあまあどう受け取っても別に正解不正解って別にないですけど、うん、まあまあラブソングとして受け取っていいんじゃないかなと思うんですけど、ただ、うん、本当にすごいこうやっぱりね、まあ一般的にその純愛をこう望む人々が、うん、まあ、これを聞いた時にあこれは自分たちのテーマソングだみたいな感じに思うとすると、まあ、ちょっとそこは違うかもしれない、うん、まあでも結婚式向きではないよね。そうですね向きではない、うん、ちょっと、はい、そうですね、お気をつけください。ジレンマに続き、はい、これはちょっと、なるほど、気をつけろ、気をつけろ、はいはい、ソングですね、これは要注意リスト、はい、要注意リストでございます。はい、はい、今日はね、ジャルール Always on Time Featuring Ashanti ってちょっとこんな感じで、解説してみましたけれども、はい、どうですかこれ。結構まあいいんだけどね、いい曲なんだけどね、うん、すごく、うん、みんな大好きAshantiもやってますし、そうです、可愛い曲でございますけれども、はい、内容としては実はこんな感じでしたよという話でございました。はい、はい、この曲概要欄にリンク貼っておきますので皆さんぜひチェックしてみてください。そういうこと言ってんだと思いながら聞くとまた楽しいかもしれないですね、うん、はい、はい、皆さん、チャンネル登録それから通知ボタンのオンで、もしよかったら、高評価もぜひよろしくお願いします。あとですね、はい、この動画の感想、曲の感想、あるいは、この Always on Time、この曲に関する思い出だったりとか、まあ、そのあたりもですね、もしありましたら、ぜひですね、ハッシュタグヒップホップで学ぶ英語をつけて投稿する、まあ、もしくは、この動画に直接コメントいただくという感じに、はい、していただければと思います。よろしくお願いします。はい、ではでは、またお会いしましょう。はい、お会いしましょう。Peace。